内屋丸を指定書消防現像諸悪なくさ第1回昭和55年6月21日京都総選寺にて収録。消防現像諸悪なくさ古物いわく諸悪まくさ修善奉行自浄五位是生仏教これ水仏祖宗の通戒として全仏より好仏に昇殿す好仏は全仏に創始せりただ水仏のみにあらずこれ諸仏の教えなりこの道理を工夫三級すべしいわゆる七仏の報道必ず七仏の報道のごとし総伝総師なお懲りの通聖徳なりすでにこれ諸仏の教えなり百千万仏の教行証なり今言うところの諸悪は善証悪証無記証の中に悪証ありその証これ無証なり善証無記証等もまた無証なり無露なり実相なりというともこの三証の利己に古多藩の法あり諸悪は機械の悪と他界の悪と同不同あり戦時と工事と同不同あり天上の悪と人間の悪と同不同なり言わんや仏道と世間と同悪同然同向きはるかに主意あり善悪は時なり時は善悪にあらず善悪は法なり法は善悪にあらず法と悪となり法と善となりしかあるにあのくたら三百三菩提を学するに文教し修行し消化するに人なり恩なり名なりこの無常菩提を惑従知識して聞き惑従共感して聞くはじめは諸悪まくさと聞こゆるなり諸悪まくさと聞こえざるは仏証拠にあらず魔説なるべし知るべし諸悪まくさと聞こゆるこれ仏証拠なりこの諸悪作ることなかれという凡夫の初めて造作して格のごとく荒らしむるにあらず菩提の説となれるを文教するに鹿のごとく聞こゆるなり鹿のごとく聞こゆるは無常菩提の言葉にてある同弱なりすでに菩提もなりゆえに御菩提なり無常菩提の切弱となりて悶弱せらるに転ぜられて諸悪まくさと願い諸悪まくさと行いもてゆく諸悪すでに作られずなりゆくところに修行力たちまち現状すこの現状は人知人解人事人望を量として現状するなりその量はまくさを量とせる、まあ、そこまで消防現像諸悪まくさその諸悪まくさ世の中にはあれなんですね、善男善女っていうその人種があってこうしてどんな宗教でも悪いことは言わないあの宗教の話もいいことは言わはるって言ってねそれで お寺さんお寺通いしたりあるいは
倫理道徳ってのこの頃流行ってね、そういうのに通ったり、あるいは新興宗教へ行ったりと、まあそういう人が多いんですね。ところが私はそういう善男善女に抵抗を感じるんだ。それで悪男悪女の宗教っていうね話したことあるけど、そのどうしてそういう抵抗を感じるかっていうと、のあれなんですね、こういう善男善女はね、例外はもちろんあるだろうけれど、いいお話、それから悪いことはせぬっていうお話をですね、自分の話としては聞いてないんだ。そしてね、いわば暑い時にその清涼飲料でも飲むぐらいのつもりでその飲んであっすっとしたってそういう気分なんですね。何しろ世の中面白くないこと悪いことばっかりで、いいことはちっともない。それをお寺行ったり信仰宗教行ったり倫理道徳行ったりして、そのいいお話っていうのを聞いて、その暑い時に清涼飲料を飲むと同じようにそのスッとするわけだ。でそういう善男善女がこうみんな集まるもんだから、またちゃんとねそういう需要と供給の関係っていうのがあるね。そういう、求めがあればこそまたそういう供給者もある。でまあお寺の坊さんとか信仰宗教の先生とか倫理道徳の先生っていうのは、まあそういうのはちゃんと心得ててさ、自分とは関係なしにいいお話して聞かせるんだ。ところがこれはもう人生の真実とは関係ないということですね。それで私もまあそういうのに対しては抵抗感じる。そしていわゆるもう少し念のいった人になるとね、そういういいお話、悪いことしちゃいけないってお話をですね、その自分の身の回りとか、あるいは部下の人に言って聞かせる、そのために聞くんだね。そしてみんなに、みんないいことしろ悪いことするなってこう言って、俺は得するのが好きってそういう手上げいるんだもん。実際に一日一度はいいことしようとかなんとか言って勲章をもらっちゃってそういう手上げを思う。じゃあ佐々木老師のね財政中にこういう人がいた。大きな建築会社の二世さんだったね。親父さんがその大きな建築会社作って、その二世社長、二世社長っていうの、がんの二世もんみたいだけど、二世社長。それでまあ苦労したことない。それなのにその会社を統率していかなきゃなんないっていうんだ。これまあ大変なことは大変だ。それでその老子のところへ来て老子の話を聞いて、それをまあ口真似してそのあれですね、社内で訓戒与えているらしいんだ。それをまたご丁寧に社内報ってやつに印刷してね、配って私のところまでいつも送ってきてた。でそれ見てね、私もどうかと思ってた。っていうのはその二世社長は佐々木老師の一番大切な言葉って言えば、何て言ってもね、徳は迷い損は悟りってね、これを実践することだと私は思うんだ。ところがその二世社長は徳は好き損は嫌いって言うとそれだけだもん。それだからね、どうせいつも来てても相手にしなかった。ところがある時それの
奥さんが二人の子供を連れて私のとこやってきたね。そしてこの頃うちの主人はこのよそに女を囲ってそっちの女の方に子供ができたらしいんです。なんとかその言って聞かせてくださいってこう言うんだ。でね、これはまあ私初めからいやそれそういう話を例えば佐々木老師のところ行って行ったらどなたに決まってるってね分かってるもんだから、それでまあ優しげな私の方へ行ってきたわけなんだけど、私だってそんなの責任を負いかねるもんね。でまあお断りしたことあったけど、これなんかもあれです、佐々木老師の話を自分用として聞いてるんじゃない、それで社内の会社の訓示用として聞いてるんだね。それでその時つくづく思ったのね、会社員ってのも大変だな、こんなバカ息子バカ社長の訓示をご無理もごもっともってね聞いていなきゃあんないってまた大変だなって私つくづく思ったけど、もしこんなね人たちがそのいいことをちょっとでもし悪いことをちょっとでもしなかったわんさいそうしたらすぐ今度その自分のやったことを大吹聴してさ、そしてそれを守らない人間には今度は反対に非難するじゃない。そういうことになるとですね、そんなことを思うと悪いことはせずいいことはしろっていうお話もね、総無条件に結構なこととは私には思えないっていうことですね。でその点ね、諸悪魔草っていうこの題名はいかにもそういう善男善女って言ってもその例があるんですよ、もちろんね。だけど一般の善男善女の喜びそうなお役に立ちそうな話が書いてあるように思うかもしれないが、残念ながらここにはそういう話は絶対に出てこないかえってそういうそのあれを反省させる話ですね。でしかしそれだけに今度話はちょっと難しくなるんだ。どうせまあ消防現象の話はいくつも折れて曲がった話してんだからね、だから どっちにしろ難しいですよ。でまあその辺あらかじめ覚悟してその読んでいかなきゃなんないと思うんですがね。でまあ題名についてはちょっとそれぐらいのあれして、本文古物いわく諸悪魔草修善奉行事情5位でしょ仏教、これ七仏祖修の通戒として念仏より好仏に称伝すと、この諸悪魔草修善奉行事情5位でしょ仏教っていうのはね、これはまあ七仏通戒の下って言われるんですね。もう過去七仏ってのはね、そこの七仏祖修の通戒っていう、これは美馬七仏大を我々の毎日読むそのお経の中に美馬七仏大和尚、式仏大和尚、毘沙夫仏大和尚、クルソン仏大和尚、クナンゴンムニ仏大和尚、カショウ仏大和尚、シャカムニ仏大和尚って言ってるの、シャカムニ仏が7番目に出てくるんです。このお釈迦さんより以前に過去七仏いるということで、というのは仏教は何もお釈迦さんの発明したもんじゃないっていうことを言おうとしてるんだ。それでお釈迦さん以前の仏様たちがずっとつなが伝授してきている、そういう仏法なんだっていうことを言おうとするわけですね。その七仏の通戒の下としてその諸悪魔草修善奉行、その諸々の悪を作ることなかれ
多くの善を奉行せよ、自らその意を起用す、これ諸仏の教えないというです。これはまあ話は簡単なようだけれど、これ仏教として言うと大問題がというのはね、ご承知のように仏教っていうのは一切因縁生無自生でしょ。そしてご恩開空で、一切空で、そして風生風滅風空風情風増風減って言って出入りなしなんだ。出入りなしのところにそういう善悪の価値判断があるっていうのはおかしいじゃない。何も一切空だ、空、何もこうつかめるものはないんだ、一切空。そしてその一切因縁生無自生ってこれっていうものを取り上げるものがない。それなのにその底にこのいいこと悪いことっていうのはないわけじゃないっていう話だから、そこでね、これはちょっとそこのところが問題点ですよ、この場合のね。そうじゃなきゃ昔の修身の教科書にもいいことをしろ悪いことをするなって出てたの。でいかにもいいことっていうのがあるように思って、で悪いことは悪いことっていうのもあるように思って、でいいことをして悪いことをせずってする、そういうつもりで育ってくるわけですね。今の学校は修身がなくなったからどういうのか知らないけど、とにかくそういう、一切空のところに善も悪もあり、そうして頂上する、自分が自分に罪清くなる、そういうところがなきゃならない、それが諸仏の教えだ。ここが今この問題点です。でこれ七仏祖宗の通戒として全仏より好仏に昇殿する、好仏は全仏に創始せり、だんだんこうつながってきてる。ただ七仏のみにあるあらず、これ諸仏の教えなり、ただ過去七人の仏さんだけの話じゃなくて、あらゆる諸仏の教えなんですね。この道理を工夫三級すべし、いわゆる七仏の法道、必ず七仏の法道のごとし。これ法道っていうのは一体何か。法道っていうのはね、もちろん仏法と仏道とっていうことです。じゃあ仏法っていうのは何かっていう、この仏教の本どれ見てても仏法っていうのは、仏法とは何かって話が一つも書いてないのがおかしいんだね、日本の仏教の本は。だけどこの仏法っていうのはもう今までにこの会ではその話たくさんしてんだから、今結論だけ言うと私の言葉で言えば生命の実物だ、生命の実物ね。それに対して世法っていう、世法っていうのはいわば実物から宙に浮いた他との兼ね合いの話っていうことだね。要するに世間法は実物とは関係なし、いつでも他との兼ね合いで世間相場で価値のあるもの、お金っていうんだって、これ他との兼ね合いのところに初めてあるんだからね。何お金の実物って言ったら我々の見てるお金ってのは紙でしかない。で紙、紙切れを1枚か2枚取るために人殺しするっていう、いや新聞
いつも見てると、その強盗に入って、そして人殺しして、どれだけ取ったって、1万5000円って、そんな話が出てくると、どういうもんかと思うね。これ1万5000円って言ったって、紙切れが1万円札と、5000円札と、2枚じゃない。ほんじゃ、ヤギだって腹膨れねえわ。それでね、それを、その、約束ごとでいかにもその金っていうものが価値あるかのごとく思っている。だからまた世の中の地位っていうんでもそうだよね。地位っていうんでもいかにもなんとか超ってつくともう偉そうになるとね。あれあんまりこうトップにいるっていうことは危険だって感じたって言ってこの間誰か言ってたな。この何でも賃が法律ってそういう気分になってこれは恐ろしいことですってこの間会った人は言ってたけど、その人もずっとトップの人だったけどね、そりゃそうだろうと思う。もう本当はだ、実物って言ったら何あれ老いぼれだもん。これがあれだ、あんまりトップに上りすぎて、あんまり活躍しすぎて、それで疲れたままに事を切れるこの前はそんなような話してたら本当に事を切れちゃったもんな。だからあんまり下手なことは言えない。とにかくこれ全て実物を見る、実物で生きるっていうこと、これが仏法であり仏道ですよ。で、七仏の報道、必ず七仏の報道のごとし、要するに 仏法仏道っていうのはね、そういう生命の実物で生きるんで、世間のあれですね、約束ごとで作りごとで生きていないっていうことね。で、総弁相しなおこりの通奏色なり、これはね、総伝宗師って言った美馬師仏大和尚から式仏大和尚につながった、式仏大和尚から美写仏大和尚につながった、とこういうふうに、まあ、普通考えられるけれど、そうじゃないんですね。美馬師仏大和尚は美馬師仏大和尚に総伝宗師する。それからあれですね、式仏大和尚は式仏大和尚は式仏大和尚に総伝宗師する。毘沙夫仏大和尚は毘沙夫仏大和尚に総伝宗師する。これ一人一人ね、完結して、そして釈迦牟尼仏大和尚にその総伝宗師していく。これを懲りの通奏色とは言うなり。これの五章に書いてあるからこそ確かにそうだね。要するに それで、すでにこれ諸仏の教えなり、百千万仏の教行証なりというあるけれど、七仏だけじゃなくて百千万仏の教えだ。百千万仏の教えだけでなくて百千万仏の教行証だってこういう。つまりその諸悪末作修善奉行以上五位ということは、決してね、これをお花やなんかあれだってお茶でもって言うと、
伝授開伝とかなんとか言って、その巻物でもこれを伝授するって言ってね、そのぐらい愛してるけど、そんなもんじゃないんだ。そうじゃなくて、そのお釈迦さんはお釈迦さんでもう完結してる。諸悪魔鬼差修善奉行自浄五位でしょ、仏教っていうのが完結してる。だからその人そのもののあり方、自己内の構造だ。この自己のこれ、誰でも自分っていう自己の このお釈迦さんはお釈迦さん様で、もう自己内の構造として諸悪魔鬼差修善奉行自浄五位、それから過小尊者は過小尊者、また自己内の構造として、お釈迦さんとの兼ね合いでこう譲ってもらったと、こういうんじゃないんだ。その人その人の構造が諸悪魔鬼差修善奉行自浄五位なんですね。だからこれ、そして七仏だけじゃなくって、これ諸仏の教えなり百千万仏の教行証なりというから、これみんな皆さん全部、この百千万仏っていうと、なんか仏さん他人だと思ってんでしょ。それが違う。そうじゃない。その百千万仏って言ったら、我々修行する人間はみんなこの百千万仏だ。だから修行する人間の教行証として自己内の構造ですよ。それが諸悪魔鬼差修善奉行自浄五位でしょ、仏教って。こういうことなのね。だから生き生きした自己の生活、この教行証ってのは生活だ。我々の生活の中においてちゃんと伝わってる。これどういう生き方していようと、諸悪魔鬼差修善奉行自浄五位っていう、そういう自己内の構造があるんだ。そういうふうにその伝わってる。それが孤立の通消息ですね。孤立ってその人その人の、孤立っていうのはその人その人の理面にっていうのが自己内の構造です。で、今言うところの諸悪は善性悪性無起性の中に悪性あり、その性これ無性なり。この善悪無起っていうのね、この一応の定義としては、善っていうのはね、順の義、善は順の義、それから悪は逆の義ですね。で、法に順じ、理に順じ、そして自他の順役をなす力がこれ善だ。それから悪っていうのは法に背き、理に背いて現在と将来に苦を招く力、こういうのが一応の定義ですね。だからそうして無きっていうのは、その善でも悪でもない、いずれでもないものね、それが無きです。で、今言うところの諸悪は善性悪性無起性の中に悪性あり、その性これ無性なり、
これ門限の中にそのこの書というのは立身弁つけてみるといいと書いてある。あの要するにこの書無書って言って言うけれど、ここにこの立身弁をつけてみると書がないってことね。書っていうのはこう決まったもんが、あの実体ね、塊、梅干し食べてるとカチンとこうあの種が口にあれするんで、ああいうのはこの何か悪いことをって言ってね、梅干しの種みたいな、あこれが悪いことのその実態だってね、そういうもんはないって。でその性をこれ無性なり、本当はね悪って言ってもそんなに決まった悪があるもんじゃないんだって。全性無機性等もまた無性なり、これ全く決まったもんがない。それから無ロなり、無ロっていうのはロっていうのはね、ロ性、ロは漏れるっていう意味でしょ。これはロ性だ、ロ性の儀、この漏れるっていうとね。そして性はあの排泄物の節だからね、漏れる排泄するの、それで結局我々が生きてる間にそういう漏れてくるもの何かっていうと煩悩なんだ。でウロっていうと煩悩、漏れ出てくる。でムロっていうのは煩悩所産じゃないってことですね。の悪って言っても何もね、そんなに煩悩の所産じゃないんだ。で実相だと、そのまんまそのまんまの姿ですね。実相ないというとも、この三相の利己にコタハンの方あり、コタハンというのはいろいろだこういうことです。これは確かにそうなんですね。で諸悪は視界の悪と高いの悪と同不同あり、戦時と工事と同不同あり、天上の悪と人間の悪と同不同あり。これね、例えば今の戦後の時代、男女は公衆の面前でひっつき合うっていうのね、これあの普通になっちゃったね。だけどこれは戦争前はこれ風紀分断っていうんで、これあのすぐ捕まっちゃった。これねやっぱり、戦時と公時と同不同だ。それで私この、あれなんですね、あの以前春と秋と四国へ2回行ってたんだけど、何年も続けて行ってたけど、どういうもんだか四国へ入るとね、あの四国の汽車、高松から松山まで乗る間にいつでもあの四国こう車内でその男と女とひっつき合ってんのに出会っちゃうのね。あれどういうもんかな、あの内地って言っちゃはいだけれど、こっちの方のあれだとそんなに汽車の中でひっつき合ってんの見なくても、四国の汽車に乗るとこうひっつき合って、あれやっぱり四国を渡るとちょっと気が楽になるとかあるんじゃないかなと思う。そしてある時は4人掛けの汽車の座席でですね、私の真ん前でもってひっついたまんま
2、3時間あの、ま、高松から松山までひっついたまんまだったね。これに対して私もね、ちょっと目のやり場に困ったね。この、そう見てもあるような気がするし、タイトルで知らない顔してるのもゴーハラです。この戦前と戦後とってこうも違ったかっていうことをね、つくづく感じた。これもね、しかしね、視界の悪と高いの悪とってどうなんだね。だいたいまあこれフランスあたりから、フランスの映画なんかは戦争前の映画でもこう貼ってくっついちゃってるもんね。でそういうのはまあフランス人は普通だとこう思って映画見てたんだけど、あれにフランスに長くいた人の話聞いてみると、やっぱりあそこにエチケットがあるんだって、そうどこを触ってもいいってもんじゃないってね。やっぱり私とその辺のあれあんまり詳しくこう聞くのあれだったから、うん、いや聞かせてくれたんだけど忘れちゃったんだけど、何でもこうお乳の近所とか、それからこう前の方とかっていうのは触っちゃいけないだろう。そういうの触るともうわいせつ感だし。ところが日本人はそういうエチケットなしで、その外観だけひっつくのだけ真似してるんだ。ほいで際どいとこう手やればやるほど、うん、やりとくってそのぐらいのつもりでやるんだから、これねフランス人から見たら今日本人のその、その辺でくっついてるのを見て、だからみんなわいせつ行為だと思うね。これ視界の悪と高いの悪とどう不動なの。それにしてもフランスのそう言うとね、フランスのあれですね、さすが本番って私感心したような話があるけど、このね、フランスの若い農村の男女がこう歩いてきて、鉄道の踏切のねところまで来て、急に模様しちゃってこうひっついたんだね。そして空いてるところへその向こうからシュ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 ポポってね、その汽車が来た。これね、汽車の運転手もこの線路上に人影を見た目で一生懸命になってピーピーって言ってね、汽笛鳴らした。それでもどかない。それでもしょうがないからもう必死になってブレーキかけて、それでシュシュシュッとギーって言うんでね、それで止まったのが1メートル前。そしてまあこの事件は裁判にかけられた。そうしたところはその男女の言い分がいいね。汽車も夢中で夢中だったろうけど俺たちも夢中だ。そうすりゃね、ブレーキのある方で止めてもらうかしょうがない。これはケツだけだ。そこまでいっちゃ見事だと私は思うね。いや、その消防現像の話にそういう話を持ち出すなんてもってのほかってね、まあ言う人もあるだろうと思うんだ。だけどこの熱いこういう文章だけに読んでたらまたもうみんな苦しくなっちゃう。そういう時にまあこんな話に多少役に立つ。そうするとこれもうコタハンの方は本当にね、これ世の中生きてんだからね、全ていいも悪いもいろいろです。それで戦時と工事と道不道あり、これはまあだからね、この我々の年配としたら今の若い人たちはそのあれ気分が分かんないだろうけど、戦争を通ってきてるやつは戦争前と戦争後とって言ってガラッと変わったっていうところね。この標準が変わった。で戦争前には大
大西洋山海とかなんとか言ってその戦争協力することは善だった。それに対して戦後はそういうのは、戦争協力は悪っていうんで戦犯になったりなんかするじゃん。でそれじゃ あの戦争前は戦争に協力し戦後は戦争反対っていうやそれならいいかっていうとそういうのはまたオポチュニストって言ってまたこれ嫌われるもんね。でだから全てねコタハンの方です。コタハンっていうのはいろいろある。で天上の悪と人間の悪と同不同なり、これまあ今の時代で言えば天上の悪とっていうの宇宙人の悪とそれから地球人の悪とってどう不動だとこういうようなことだ。それはそうだね、うん、この間も新聞に出たけどアフリカのマサイ族を訪問したっていう。そしたらマサイ族の人たちはそのあれなんですね、お客が来たっていうんでもてなすためにあのお茶を出すコップをねその牛糞ねこの牛の糞ねでこう一生懸命磨いてそしてお茶を入れて出してくれたっていうのね。これ歓待してくれたわけだ。これに対して飲まないわけにはいかないしもうその鼻つまんでつまんで息を止めてグワッと飲んだっていう話が出てたけれどあの本当に水が必ず水で洗うのがきれいで牛糞は汚いってそう決まっていないんだ。あのマサイ族の人にとっては牛は神聖な動物で牛の糞で磨くっていうことは特別きれいにしたことなんだね。その辺があの道元禅師は頭が透明な人なんだね。この、戦場の巻にね水必ずしも本上にあらず本不上にあらずって水が必ずしも清いとは決まってないんだ。清くないとも決まってないんだ。しかし仏法において仏法を保認するにこの義あり。これを戦場と言ってねこう水で洗うっていうのねこれ仏法を仏法とするために仏法を行ずる意味においてその水で洗うんだ。そういう言い方してるけど道元禅師ってああいう今の時代だったらマサイ族の話もあるからそりゃそうだと思うけどあの鎌倉時代にそういうようなことがスカッとこう分かって水が必ずしも清いとは思っていないっていう。でただ洗うっていうのは水でもってこう洗うのを清くするとこういう仏法を仏法としてやる行ずるとそういう意味で洗浄をするんだっていう話が出てるけど道元禅師ってのは頭いいね。もう私が褒めてもしょうがないいや道元禅師とかお釈迦様っていうのは本当に私とあのつくづく感心するとこあるんだ。で祝いや仏道と世間と道悪道善道向きはるかに周囲あり。これはねそうあの例えばね世間では自己収容して自己鍛錬してで自分が向上し自分が偉くなるとこれはいいことに決まってると思ってた普通は。ところが仏法ではそうでない。だからちょっとこう世の中ひっくり返るもんでねあの普通の人はびっくりするんだわ。なぜ そういう自己収容し自己鍛錬し自己向上し自分が偉くなるのが良くないのかっていうと仏法っていうのは初めから我を捨てるっていうとこから始まるんだからね。それが俺が収容して俺が偉くなって俺が向上してっていうの俺がいよいよこう積み上がっちゃうんじゃ俺は仏法として
結構なこととは言えないんだ。それで仏法の話はだからそう簡単じゃないんですよ。だから正常の自戒は大乗の破壊って言葉、正常の自戒、これは大乗の破壊。これまあ今言うように正常の坊さんが俺は戒律保ったぞよって言ったら、それだけ我がついちゃうからね。それで大乗から言ったら破壊になる。でこれも座禅でもそういうことになる。座禅でも座禅はすなわち諸仏の方なり、しかれども下道にも座禅あり、下道しかりといえども下道は弱味の戸があり、邪見の死あり、とこういうね、この下道の人たちの座禅は味がついてる何かのね、それからそういう何かの見方がある、こういうんで下道の座禅は仏法の諸仏菩薩の座禅に同じからず、それから二乗正門にも座禅あり、しかりといえども二乗は自重の心あり、涅槃の趣ありを求むるあり、故に諸仏菩薩の座禅に同じからずとこうあるけれど、二乗の人はこう俺をこう座禅して清らかにしていって、いやだから自重の心愛というから自分が自分を整えるわけだね。それで自分を整えるっていうところは徹底して涅槃の方へ赴こうとするっていうんで行くとこが、それでその諸仏の座禅と同じからず、これでね、だから世間の良いこと、二乗正門医学ですねの人の良いことと本当の仏法とっていうのはこれ違うところがある。で今言う自分を整えてっていうのは言うけれど、それはいけないって言いながら、それじゃあ自乗五位っていうのもね、これ自分は自分に住み清くなるっていうんだから、そこのところがまた矛盾するんでね、このところがなかなか有粋な話になるわけです。しかしまあそれがだんだん出てくるから、で善悪は時なり、時は善悪にあらず、善悪は法なり、法は善悪にあらず、法と悪となり、法と善となり。これ善悪は解けないっていうのは、結局善悪ってのは結局時と場合だっていうことですね。時と場合で善悪っていうのは出てくる。勤勉な女中さんがね、まあ暇見て割り箸みんな割っときました。これ勤勉な女中さんとは言えないよ。俺割り箸っていうのはね、やっぱりその時にこう笑って食べなくちゃなんない、それみんな割っといたって言ったら叱られるんじゃないか。これやっぱりね、善悪は解けない、何でも仕事すりゃいいってもんじゃない。それからこの間川柳にシルバー席に未来の老人居眠りっていう川柳が出てたけど、これ傑作だね。いや、いずれ未来にはみんな老人なんだ、だからシルバー席、老人のね座る席にいて、居眠りして目つぶって、その老
老人が来ても立たないでパッて目つぶってても別に悪いはずはないわけです。しかしね、今として言えば未来の老人というのは今は若人なんだ。若人がこれそのたぬきで寝入りしてどかないっていうのは今としては良くない。でその点ね、やっぱり善悪は解きない。いや、だいたい時っていうのは日本語ではね、時なんですね。時っていうのは時、この時って、ね、その速さ、この速さの加減でね、何そのあれじゃない、ね、阪急の電車っていうのは随分速く走ってんなと思ってるの。そのそばに今度新幹線ができて、今度新幹線がピューッと走っちゃうと、なんだ阪急の電車ってのろいなって、すぐになそう変わるでしょ。それでそのそういう相対的速さで時間っていうのが出てくる。だから善悪は解きないっていうのはね、善悪という価値判断は相対的だ、こういうことだ。さっきとってその 相対性そのものが悪いわけじゃない、いいわけでもない。で時は善悪にあらずというのはそうですね。いや人間でもそうね、あの人間でも、組み合わせによっていい面も出しゃ悪い面も出すんで、そんないい人悪い人ってのは決まってないんだもん。私なんて言っても、あの過去において女房たちっていじめ殺したっていうのね、悪い面だけだったね。つくつくそう思う。いまだに申し訳なかったってね、いまだに思ってんだからね、あの今生きててくれりゃもうちょっといい面出して喜ばしたらって思うけれどね。でその組み合わせで、本当に組み合わせだった。だそのそれも時だ。その私の若いハンサムな時代っていうね、そういう時にはそうだった。今おじいちゃん、あんまりおじいちゃんの気分でもないけど。だから善悪はこうなる、法は善悪に払う。ね、法っていうのはまあこうじゃあり方って見ていいね。善悪は一つのあり方である。でしかしあり方としてあるということそのことは善悪ではないと、こういうふうだって言うんだ。これであのこれからは養老院が増えていくんだと思うんだけど、この養老院っていうのも私まだ養老院に入ったことはないけれど、でも養老院の風景だけはちょっとこう垣間見たことある。それであれだけど、この養老院の中でこう収容されている人たちの中で結構ボスが一人出現するんだね。そうしてまたこのまたこう頼りないね、育児のないっていう人がいるわけだ。ホストボスにこうみんながついて、そして一人のその育児のない人間をせせる、その時は初めてせせるっていうことを聞いたけど、せせるっていうのは、あれ信州から遠州の方にかけての言葉らしいね。こう足で土壌をこうかってね、やるようなのをせせるっていうのがね、このね、で一人の、いじめられ子っていうんじゃない、いじめられ牢を作ってですね、それをせせることを楽しみにする。そういうの、それでね、どうせ死ぬ人が
どうせ死ぬ人を邪険にしっていうね、私先日作ったんだ。どうだ結局ね、みんな両方とも死んでくる。もう少なくとも1、2年のうちに、あるいは2、3年のうちに、あるいは3、4年のうちに、どんなに長くても10年以内には全部がなくなるっていうね、そういう中で邪険にする、これどうかと思うんだね。でどうせみんな死んでくんだから、それはどうでもいいと、いやどうでもいいんだどうせなくなっちゃうんだからね。しかしながら、それなればこそどうせなくなっちゃうところに、そういう邪険にした行動をするっていうの限りは、その邪険っていう行為はその人の、そのいわば業として、その人に一生ついて回らなきゃなんないと思うね。と因果の道理で理念として私なしてね、造悪のものはうち修善のものは登るって、合理もたがわざるないって、そういう分は必ずあると思う。でその点から言ったら、善悪は法なりだ。で法は善悪じゃないけれど、善悪は法だ。で法と悪となり、法と善となり、法はね、すべての生命の実物として、法っていう言葉が出てくるとき、私いつも生命の実物ってこの回で初めから何遍もその度ごとに繰り返してるんだけど、生命の実物、この生命の実物としてね、あらゆるものは我々が生命体験すればこそあるんだからね、塔です。例えば これも私が見た、これも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 見たってね、みんな見るっていう点から言ったら塔だ。そうでしょ。で見るだけじゃない、聞いた、書いた、まあいろいろのことある、あるいは考えたっていうこともある。しかし全ては今度生命体験っていうとこから言ったら、私が生命体験すればこそあるんだからね、そのとこから言ったら塔だ。全て私の生命体験という地盤から言ったら全て塔ですね。だからこれを言うのは座禅すると分かる、よく分かるね。座禅すると全てが塔、これ私の生命体験の地盤に全てを置いてることだ。でだからこれを座禅を当時とも言うんだ。京都に当時院というのがあるでしょ。この当時院というのは座禅等しく保つっていうのね、あらゆるものを等しく保つ。普段我々としては、あこれがいい、これが悪い、あれが好き、これが嫌いってね言うわけだ。ところが今座禅の手前から言ったら、全て平等にの地盤に置いてるわけね。あの音もこの音も、ここに見てるものも あそこに見てるものも、みんなそれで座禅してりゃいろんな考えがこうまざまざと浮かんでくるわね。浮かんでくるけれど、これ座禅というのは考え事じゃないんだから、それだから頭手放しにするというと、そしてパッとこう座禅に帰ると、そうすると今までまだまだとこう現れたのはふっと消えて、壁だけってこれが間違いなく壁だけってなるんだから、これも当時等しく保ってる。今度の明日は定期預金の買いに行かなきゃおって言って立ってんじゃん。
そのなぜ言いながら定期預金抱えるのがポッと頭に浮かんで、それで起きて立っていっちゃう、それじゃ誰になるんだろうね。それさえもパッと手放した時になくなっちゃう、そこで誰になる。で悪も生命の実物として異物じゃない、どんな悪でも。だから善も生命の実物として異物じゃない、あらゆるものを等しく見てる。つまり善悪一目に見てるっていうのが座禅なんだ。座禅っていうのは決して悪いのを捨てていいのを取るってね言うんじゃないんだ。だから悟りを取って